神戸公演これからやってまいります。今日初めての場所なんですけども、今日は6月9日ロックの日だよという前振りをですね、この撮影する直前スタッフさんから言われたんですけども、今日ロックの日って知らなかったんで、確かにそうですよね、6月9日ちょっとロックな感じでやっていきたいと思います。今日は頭も新しくなりました。皆さん気づいてるでしょうか。多分誰もこんなところ見てないと思うんですけど、はい、今日もやっていきたいと思います。ではお願いします。